どうもかげやんです。今日はですね。情報発信は面白いということについてお話しさせていただきたいと思います。僕はですね。こう今こういろいろ情報発信をこうするようになってですね。その 情報発信をこう続けることのこう面白さというかですね面白さ続けることのえしんどさっていうのもまあもちろんあるんですけどもそのその中で情報発信をすることの面白さというかねえそういうことをこう感じるようになってます。ああ途中でね、うもももうううええわっっっっててててて言やめししまおうって思ってしま思た時も あったんですけどもなぜかこう続けるようになってですね続けていくことによってですね、えー、そこにこう面白さというかねを感じることがあると。であのー、こうやって喋っていくこのアウトプットするっていうことがですね、えー、自分にその考えをインプットさせることになってくるということですね。だから 何かをインプットしてアウトプットすることによってささらにインプットされる状態なんで,す、ね、でそのインプットされたその自分の考え方がまたその行動や活動に生かされるような状態になると。だからこのインプットだけではやっぱりあの足りないし。 そのそこで満足するんではなくてアウトプットしてどうせアウトプットするんであれば情報発信した方が何か変化が起こる可能性があるんで、えー、情報発信をすると。で情報発信をすることによってですね、えー、どういうんですかねその本当にその考え方が固ま,固まるというかその広がるというかね、えー、そういう形になってきますね。うん だからうーん情報発信は、えー、した方がいいんじゃないかなってまあまあ人の勝手なんでどまあ、どちらでもどちら選べ情報発信でもいいししてもいいしどっちでもいいんですけどもした方が、えー、面白さというか何かこう得るものはあるかなというふうに考えますね。うん いろいろそのいろいろというか最初こうしゃべる時にですねこういう話をするこう練習になるなと思ってほんでこうやり始めてほんでえ最初はですねこうしゃべることをこうある程度まとめたりしてた時もあったんですねでそれをこうざっとこうまあまあ56行7行ぐらいの。 えー、文をこう読んでですねそれを頭に入れてその場でこう、えー、カメラ前でしゃべるっていうことをしてたんですけどもそのなかなかその頭に入らないんですねそのインプットしたもの何かこういい情報やなと思ったものをインプットしたものを、えー、その情報を受け取ってそれを自分でアウトプットする場合っていうのがこう頭に入らないんですね。で あの自分の中でかなり自分でこう今までの経験上でこう当てはまるものにをインプットした時はそれは自分の中に消化されて自分の表現になるんですよね。でそうなると、えー、話ができるようになるという状態です。で、えー、今の場合はこうテーマをこう決めるだけですね。 えー、今日やった情報発信は面白いとそれだけ書いてあるんですねでそっからもうあとは自分でその情報発信が面白いことをこう何が面白いかっていうのがこうそれはメモってるやつはその自分が面白いと思ってそれをメモってるんでそのことをこう話すでその喋、えー、る日に、えー、思うことをこう話すということをこうやっていくと。 でえー、情報発信もいろいろあります、ね、ツイッターもあったり、まあ、YouTube もそうですけどもあとその中で今一番面白いと思ってるのが、えー、僕はラジオですね、えー、ヒマラヤラジオで「我がんせの影やん」という、えー、ラジオをやってるんですけどもこのラジオをこう話しする時が一番僕は えー、面白い情報発信の中では一番面白いかなと、えー、ある程度その、まあ、日常のようなこととかそのお客さんと接した時にこう、えー、気づいたものであったりこう日常のことであったり、えー、お客さんからこう教えてもらったものをこうやったりとかあと休日の,その活動をね、えー、こうお話したりその時自分が感じたこととかを話したりするっていうねこう等身大のこう発信がこう。 ラジオってなかなかいいなというふうに思ってますほんでラジオに関してはですねその、えー、毎日朝7時にこう発信してるんですけどもそれを自分でも聞くようにしてますね。であだいぶこう詰まっとるなとかこう。 話思い浮かばへんから適当に喋っとるなとかいろいろ分かってねこう反省するとこがあったりしてうんそういうことを繰り返して最終最終的に言うからちょっとずつちょっとずつねえ自分のレベルを上げていく状態にこうできればなというふうに感じてます。 だんだんこう慣れてくるんであるしそのインプットもしっかりしていかないか情報発信をするためにはねインプットをするんですけども例えば本とかねそのまあまあえー動画とかそういうことのインプットっていうのもまあまあ大事は大事なんですけどもそれよりもね、えー、自分の頭の中でいろいろ考えることであったりとかですね 僕が重要視してるのはね休日に動くことですねほんで休日にいろんなところに行くというかその自分の仕事などでは触れることができない世界をですね触れに行くということですねまあ最近で言うと草津塾街道交流館というとこで浮世絵のね 展展示、テーマ展がやってたんですけどもそういうものに見に行ったりとかですねであの佐川美術館にこうまあやった平山郁夫のね郁夫展っていうのをやってたんでそういうのを見に行ったりとかそういう自分とは全く関係ない世界にこう入っていくそういうのに触れていくことによってそこからこう感じたものそこでインプットされたものインプットっていう言い方か分からないそう触れたものに対してこう自分が感じるものがありますよね。でそれを アウトトプットしていくでその、えー、考え方が、えー、それは違うとか間違ってるとか合うてるとかそんなことはどうでもよくてですね自分がどう考えてじゃあどう考えたとかどう感じたかっていうことをアウトプットするだからそれは完全に自分がその見に行って自分が感じてそれをこう話するっていうことなんで完全なそのどういうんですか一時情報であってですね何が正しいとか何とかっていうのは関係ないじゃないですか。その自分がこう思ってこううって こういうふうに考えましたこう感じましたということを言うということですね、うん、でそれが、えー、結局、えー、ゆくゆくねうーん生かされていくとそういう動きをすることによって、えー、自分のねその中に入ってくるものがこう増えていってそのことによってこう 自分の幅が大きくなるで大きくすることによって自分のできることの範囲が増えてくるということになってくると思うんで、えー、こういうことまあ、自己投資ですねこれも自己投資やと思うんですけども、えー、そういうことまあ時間であったりまあ、お金もちょっとね多少かかる時もところもあるんですけども、えー、そういうことをしていってこう、まあ、時間をかけるっていうことですね今はねそういうことで。で 普段はその仕事でのこういろんなことがあったりとかそういう勉強したりとかそれを生かしていったりということをやりながらやっていくと。で情報発信ではそういうことをこう、えー、活動しながらのインプットをしながらそれをアウトプットしていくっていうこれをこう繰り返すということですね。でこう最終的にこう大きい形になっていくというところですね。だから、あのー、まあえー 自分を円柱にするんではなく円柱じゃ円錐にするんではなく円柱の状態ですね。その えー、できることをこう増やしていってそれがこう円になっていってそのレベルが上がっていると上に上がっていくんですけどもそれがねと尖ったものになりますよねで尖ったのは尖ったのと魅力はあると思うんですけどもそれがねとった円錐ではなくて円柱の状態で大きくなっていく形、えー、そういうイメージを僕はしています。そういうういい人間ににななるるようにこう、えー、自分を持っていっててかなと というところそれもね、えー、もちろんしんどい思いをしてやってるんではなくそれを楽しみながらというか面白がりながらやってるというところですね。ということで今日は情報発信は面白いということについてお話しさせていただきました。では今日もよっしゃーでいきましょうどうもありがとうございます。